ん、笑顔で怒ってるよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで出発。さあ今回は誰かな。今だどっちが喋ったんだ。おっと、はい、さっちゃん。ニラさんめっちゃ行くね。お、そしてくるみん。はい、この4人で行こう。ニラさんが常に入ってるっていう。めっちゃアピールがすごい。さあ行きますか。とりあえず宝箱をゲットしていきたい。え、あれ宝箱のところまで行くよね。え、行くよね、多分。もう疲れてクタクタだよ。そんな時は安全地帯。ちょっとずつ力を回復できるよ。いいね。私ずっと安全地帯にいたいな。サボりはダメ。えへへ。えへへじゃねえわ。めっちゃサボろうとするやん。よろしくないよ、そういうの。さあ、今回のこの2箇所でどうかな。武器とか防具とかゲットできるかな。その辺のが欲しいんですけど、私。てか、どこまであるんやろ、武器防具って。いまいち把握できてないんだけれども。お、大盛り上がり、よき。あ、そんなにもう体力減っとったん？早いな。え、まだ1回しか攻撃受けてないよね。お、いいぞ、いいぞ。やったね。みんなで協力したらもうあっという間だわ。さっちゃんは協力しないのねって思ったら、あれか、さっちゃんとくるみんはつながってないのか。おー、余裕。確かにめっちゃ余裕。勝てたね。お、さっちゃんレベルアップ。この辺まで来たらね、結構お金も儲かるから。どっちのスイッチを入れる？どっちにしよう。こっち、右。なに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 。危ない。素早く買わせてよかった。これは潰されるパターンもあるということかな。性格による感じ。マイペースとかやったら逃げ遅れたかもしれん。お、いけー。この3匹とも強いんよね。やめていただきたいわ。もうここでね、これをやめていただきたいとか言ったら大魔王とか絶対戦えんけど。あー、やばい、ミラさん。ちょ、くるみん避けて。気づくのが遅かった。そしてそこに追い打ちをかけるようにミラさん。お、いいね。みんな、おーっと、シルバークブラ A。 いけ、いいね。どうだ。もうボクシングをやってるようにしか見えないよ。ボクシングをする猫。召し上がれ。ふう、今回はね、激辛じゃないけん。お、いいね。もう腕まで上げちゃって、ハウリングでやっつける。多分鼓膜とかが裂けたんやと思う。つら。おーっと、激辛。しかしご機嫌そうな顔。あー、ダメやん。笑顔で怒ってるよ。堪忍袋爆発。かっこいい、皆さん。そしてその鬱憤を晴らすかのように私に攻撃をしてくる。ラブ&ピース。大事。お、ありがとう、さっちゃん。そして早速の仲直りからの共同作業。よきよき。最後はみんな笑顔で終われたね。余裕だった。あれ？やっぱり宝箱までまだってこと？もう一回？
そういうことか。助けた人が1450人になったので。神の力の目覚め。HP 振りかけ増量。HP 振りかけのサイズが460から480になった。ほっほっほ。助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は1500人助けること。頼んだぞ。ほっほっほ。お、好きレベルアップ。かなり好き。2人は挟み撃ちを覚えた。相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き大ダメージを与える。もちろん続けます休ませてくれないのっていう顔をされたけど。さあ、アリナとフィッコーちゃんじゃない、プーさんプー、え、二人喧嘩してたの？ひどいことしてごめんね。またプーと仲良くしたい。激辛料理か私もありがとう、プーさん。さあ、これでムカムカ終わり。アユナを許した。さあ、これで料理1個しかないんやけど、これが一体誰に渡るのか。お、くるみん、しかもダメだった得意ではなかった。え、でも普通にハンバーグやろ、美味しいと思うけどな。あ、キラキラマイク、さっちゃんに、さっちゃんに新たな武器をお願いします。でもこれは当たると思う、普通にね、ね、イエーイ。まだ止まってないうちからイエーイ。さあ、みんなどん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 強化してこ。はい、これをさっちゃんに。あー、まだまだ攻撃力低いね。強化強化強化大事。はい、お小遣いは1180しかないよね。どう、めぐちゃん。あ、全然全然。あー、足りない足りないよ。ダメだな、ハートの花めっちゃ可愛いのに。はい、じゃあまたお金を貯めつつ行きましょう。さあ、次は誰が行きます？プーさんと今フィッコーちゃんとミラさんさあ行こうか、張り切って行こうか。あ、やっぱりあと1回分だよね。なるほど。じゃあここで何かな、武器防具。朝ごはん美味しかった朝ごはん、卵かけごはんとかがいいな。お、鬼の翼、これはミラさんだね。いいやんいいやん、強化されてく。ピンク、ピンクかな。よし、行こう。いいね、かっこいいね。そしてものすごく主張が激しい気がする。お、あっという間やったってことは、またあの左側の宝箱のところで誰かが強化されるわけだね。さあ、ルーレットは星のフライパン欲しいです。私に星のフライパンを、きっときっとものすごく美味しい料理が作れるようになるはず。あー、止まってー。はい、ギリギリ違うめっちゃギリギリ違う。上スライムゼリーってことは、これを今から与えましょう。お任せと。おお、全員良かった。スライムゼリーそんなに美味しいのかちょっと気になるわお小遣いはまあ何も増えてないけんね。誰か他のものが欲しいっていう子が。ダメですねさあ、それじゃあ今回は誰が行きます？プーさん、そしてめぐちゃん、あとはミラさん。ミラさんなんかめちゃくちゃやる気あるんやけど
いや、やる気に満ち溢れていることはものすごくいいことだと思う。さあ行きましょう。行くかー。またね、ここを走り抜けて次で宝箱をゲットできるけんね。ここはちょっとレベルを上げていこうと。あとお金もね、多分宝箱のとこはまたお金が集まらんと思うけん、ここでちょっとお金を貯めて、でお小遣いを渡せるように。いけ、から焼き。おー、一発。いいね、かっこいいね。そこは料理を作ってあげるのが料理人としての役目でしょうよ。お、いけ、スラッシュ。皆さん結構あれよね、防御が弱いんかな。お、焼きバナナ。焼き食べたことないけどバナナはね、なんか冷凍バナナとかにはするんやけど、焼きバナナって食べたことないな。でも普通に美味しい気がする。バナナは全然ね、なんか基本的にフルーツを焼いてほしくない派なんやけどだけどバナナはなんかね、美味しそうな気がする。なんとなく甘みが増していい感じになるような。敵が手強いね、ここまで来たらね。やっぱり見つからないようこっそり進もう。レベルを上げようよ。いやー、ちょっとでかい声が声が大きいよ。ごめんごめん、やる気が溢れちゃった。まあね、ミラさんちょっと今ね、めちゃくちゃやる気に満ち溢れすぎてやばいけんねいやでもいいことだと思う。何？ああ。眠さの連鎖が。ミラさんだけかな？やっぱりやる気が満ち溢れてるから。寝るな。いいよいいよ。怒っていい。いや、怪物が来た。ミラさん一人というわけでは、ないよね。よかった。頑張って頑張って。寝てるじゃねえか。おはよう。いけ、スラッシュ。ちゃんと全員起きてる今。あ、よかったよかったちょっとびっくりしたよ、始まった途端全員寝てたから。ほらーね、これでちゃんと目を覚ましてってやられるように。いいぞいいぞ、味方には、てか確実にあんなに回転しよったらね、横の味方には当たると思うんだ怖すぎるわ、横に降りたくない。避けて。おー、ナイスー。お、いけいけ、スラッシュ。まだか、とどめ刺したかと思ったけど。お、いいぞプーさん、よかった、勝てたか。もうちょっとで、ね、皆さんがレベル上がりそうやね。仲良く行こう。どのくらい、どのくらいとかじゃないやん。仲良く行こう。それに、程度なんかはないんだよ。メグちゃん、避けて。ふぅ。でも、周りの二人巻き込まれましたけど、大丈夫避けてって言った方が巻き込まれたけど。お、いいね。でも、そういう、なんか、そういう感じのノリの曲じゃないと思う。高級ダンスいいぞいいぞ、回復してこう。なんかあの手につけとる弾のね、刃の部分がめちゃくちゃ不気味なんだけどほら、この角度から見たら刃しか見えんもん。頑張れ、だからこう。でもプーさんめっちゃご機嫌だなやられかけてるけどめちゃくちゃご機嫌だな。まあね、どういう状況でもポジティブなのはいいことだ。もうちょっとレスキルもアップしそう。はい、華麗にかわす。
茶会。小悪魔もお茶会とかするのね。お、ご機嫌でいたずらフォーク。しかしまだやっつけられない。よし、もう普通の攻撃が結構強いもんね、プーさん戦車は。勝ったぞー。お、これでミラさんレベルアップ。誘惑を覚えた。仲間の心を揺さぶって興奮状態にしちゃう技。いいね、それでパワーアップするわけやろ。おー、好きレベルが2組アップ。好きかも。2人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。そしてもう一組、好きなのかな。2人はお見舞いを覚えた。安全地帯で休む相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。優しいやつやな。さあ、それじゃあ料理2つしかないけど、これでお任せ。トゲトゲシチュー美味しそうよね。絶対美味しいと思ったんよ。さあ、そしてゲームコーナーでルーレット。さあ、今回は光の衣が欲しい。光の衣はキャンディーさんかな、多分ください。あ、しかしこれ HP バナナとかじゃないの。あ、経験値か。経験値たっぷり。どうしよう、誰にしようかな。じゃあこれを、とりあえずキャンディーさん、ゆうかさん、ゆうかさんで。はい、これでレベル14、15。おー、いいね、2つもレベル上がった。裏を突くを覚えた。敵の背後に忍び寄り油断をついて大ダメージを与える攻撃技。思ったよりもたっぷりやった。はい、それじゃあお小遣いはどうでしょう。キャンディーさん、宝玉の杖ゲットしてこう。最近みんなちゃんと言った通りのもの買ってきてくれるけん、えらい。そして似合っている。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次宝箱のところで今度は誰が強化されるかな。楽しみ。